しよう。
ます。はじめまして4年生のにごり川幸太です。はじめまして。はじめましての人の方が多い気がします。こう見てると、はい、まあ、この他の3人は知ってると思いますけど、はい、私たちはですね、大井にごり茶っていう変な名前でなんですけど、みんなザイエローモンキーって知ってますか？あ、知ってますか？そのバンドなんですよ。はい。で、なんで大井にごり茶になったかっていうと、まあ、イエモンって言ったらこのイエモンをみんな想像するのかなと思って、そっからだんだん大井お茶とか、まあ、ちょっとよくわかんないですね。はい。はい。よくわかんない名前をつけましたが、はい。僕がすごいイエモン大好きで、大好きなんですよ、イエモンが。だからみんな家帰ったら聴いてください。今の歌はラブラブショーとパールっていう曲なんで、検索したらすぐ出てくるんで聴いてください。はい。ということで、ゆうまくんありがとうございました。誘ってくれて本当に本当にありがとうございました。皆さん、あと3年生の皆さんも引退おめでとうございます。4年生の皆さんはきっとみんな卒業できるので、卒業おめでとうございます。あと、まあ、1、2年生の皆さんは、まあ、まだまだ続きますけど頑張ってください。じゃあみんなでバラ色の日々に行きたいと思います。歌える人は歌ってください。まあ、なんかこんな感じで、こんな感じでお願いします。
モヤモヤを束ねいて残さずに捨てることは耐えるより、それよりもね、愛とか協調すると顔が変になるよ。では内緒、あなたよりも好きな人が他にいるから、誰の街すがすがしい、なぜか懐かしい。絆と先々の長い願い、あれからの自分もまた一日のうちたった6秒、時のように2つ目の朝を身にまとい、温かな優しさほど